衆院選で歴史的大敗を喫した自民党県連。来年夏の参院選に向け体制は立て直せるのか、大きな岐路に立たされています。国民の審判から一夜明けた今日、自民党県連は全敗の屈辱をかみしめました。小選挙区の議席を守ることができなかったこと、大変これから厳しい状況が続くと思いますが、県の将来を期して頑張ってまいりますので。自民党の公認を得られず落選したこの人からは、党本部へ恨み節も。党本部の不可解な決定により私非公認ということになりましたけれども、本当に申し訳ないんですが、もうこのままで終われないと。一方、早くも再起を誓う声が。何らかの形で政治には関わってまいりたいと。まあ、個人のわがままかもしれませんが、本当に政治家としてはこのままで終われないという気持ちが非常に強いので、そこは次の衆議院の選挙を目指して必死に活動していきたいと思います。全敗という結果に県連では危機感が広がっています。皆さんを拍手でお迎えできなかったことは非常に残念なことでありますし、今後の自民党の改革、そして組織の立て直し、県連では今後、次の衆院選の候補者となる選挙区の支部長について議論を始めます。支部長については今後もご自身希望するということでしょうか。皆様とのご理解いただけるように努力をしていきたいと思っています。さらに来年夏に控える参院選、自民党からは元競泳選手の中村麻衣さんが出馬を予定。立憲民主党の現職内越さくらさんと議席を争う見込みです。政治と金の問題をめぐる自民党への逆風、逆風をここで止めることができるのか、自民党の最大の課題です。この参議院選挙をで、そのまさにその自民党が変われるのかどうかという再度審判を受けることになります。この参議院選挙をしっかり戦える体制を作るということが政治的にはですね、最重要になってくると思います。小選挙区での歴史的な全敗、厳しい局面に自民党は立たされています。